4番ウォッカ、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。曇り空の下、中山レース場、芝 1600URA ファイナルズ決勝、16人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子、サイレンス鈴鹿。2番人気を紹介しましょう。マルゼンスキー、注目の天皇賞馬娘ウォッカ、2枠4番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿とマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。2番内から行く。4番手にオグリーキャップ。1馬身差ハッピーウィーク。差がなく5番、さらにその外からは9番、13番、並んでくる少し後ろから西のフラワー、内には11番、12番、並んでくるさらに内からウォッカ。1馬身離れてスペシャルウィーク、少し離れて成田大使。後方2番手に14番、6番、最後方からという体勢であります。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開、果たして抜け出すのは誰だ。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿。ウォッカ、並びかけてきた。外から飛んできたのはウォッカ。ウォッカ、見事なごぼう抜きを見せる。見せてやるぜ。残り200、先頭オグリキャップ。しかしその差はわずか。オグリキャップ譲らない、かわすか。オグリキャップ動くか。2人並んでゴールイン。ウォッカ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着オグリキャップ、3着サイレンス鈴鹿。you